ゆっくりしていってね。全国の喧嘩競争ファンの皆様おはこんばんちは、だぜ。ドイツと再度戦争になった1954年9月から、このスペースを時間送りにする設定が保存されない問題、早く直してくれないかな。TP を忘れてる。そうだった。ちなみに艦隊を半分にして片方を北ヨーロッパに、片方を東南アジアに送ってるよ。日本が参戦する可能性は非常に高いからな。早速クルーザーアクション。SSM が VP223。SSM が搭載されてから初めての海戦ね。巡戦が出せるか。相手に巡戦はいないから防御力はこちらが上だな。空母がいないから飛行場にキャップを要請。SSM の発射はマニュアルと自由射撃がある。マニュアルは敵時自分で目標を指定。自由射撃は使用するミサイルの数をリップル、ハーフ、オールで指定する。リップルは単発、ハーフは搭載数の半分、オールは搭載数全部をレーダーまたは目視範囲内の目標に対して使用する。目標はそっちか。なお技術が発達するとヘリや味方艦が終末誘導できるようになる。そのシステムを使う場合は基本的にマニュアルを使うぜ。射程内でも自分のレーダー範囲内に目標がいない場合はマニュアルってことね。ミサイルを使ってくる気配はないな。マニュアルによるミサイル発射も一発、半分、すべてだな。まずは小手調べに一発ずつ適当に。ただし指示を出しても発射できないことがある。一つは射程外、もう一つは射角の問題だな。命中、弾倉と連装の HSSM は前方方向にしか発射できない。ミサイルはブースト時間が短く、特に大型の場合は180度旋回したりすると持ってる運動エネルギーの大半を捨てることになるため、旋回装置のないランチャーではこういう仕様になっている。指示しておけば進路変更して発射してくれるぜ。その問題を解決するのが VLS なのよね。残念ながら発明は70年代なのでこのゲームでは出てこない。HSSM も4連装なら旋回ランチャーがあるが、重いから連装にきつかった方がいいこともある。まあそんな感じだな。まだ命中率はいまいちか。HSSM は命中率が低めに設定されている。MSSM の方が命中率が高い。だが当然ながら食らったら一発撃沈になりやすいのはヘリーの方だな。停車したやつ駆逐艦じゃん。外れたっぽいな。特に駆逐には命中しにくい。味方飛行隊が攻撃開始。ゲンゲンの飛行隊か。ミサイルが命中。中旬を一隻撃破。駆逐が邪魔だな。低い命中率は数で補う。3発命中。よしよし。あとは駆逐に任せよう。まだ従順が残っていたはず。救助開始。ここからなら射程内かな。従順にミサイルを停車。よし、動きが鈍いと思って撃ってみたけど従順だった。これで足を止めることができた。そういえば自由射撃は使わないのか。解説用と相手がミサイルを持ってなさそうだったから最初は全部マニュアルにしたよ。あとたまに一隻に全弾撃ったりすることがあるからね。まあ確かに無駄撃ちは多くなる。残りは駆逐艦さん。味方に当たる可能性があるので発射を中止した。そういえばそんなのあったな。だいぶ遅れて発射したが命中。別々のやつにそれぞれ当たったか。残り4発か。一隻だけやたら元気そうだな。ミサイル持ってないなら大して脅威じゃないからほっといてもいいか。ミサイルが命中していた駆逐が停戦。ここからはもう追いつけない。撤収。回戦終了。敵従順に、駆逐3隻を撃沈。ログを見忘れた。VP3473、維新1。ノルウェー海の海戦。ミサイル潜水艦を発明。出たわね。
こいつが100隻単位いれば何もしなくても勝てるというそんな感じの潜水艦。このシリーズではやらないよ。潜水艦が敵形順を撃沈、潜水艦を1隻喪失。10月。クルーザーアクション。この時代になると、というか相手に戦艦がいないと艦隊戦が全然発生しないのよね。今回は巡洋戦艦と空母の編成だな。後半に戦艦を運用したいなら巡洋戦艦メインになっていくことが多いと思われる。ミサイルの在庫により一部の艦艇は搭載量が少なくなります。これの仕様がよくわからない。ドクトリンにはコストしか書いてないからな。結構離れてるな。偵察の設定はこっちなのか。範囲が広そうなので2フェーズサーチで。巡船は飛行場からのキャップを要請。しかし進路は南東。もうこれわかんねえな。全然見つからない。これまでと違うのは夜間キャップと偵察が使えることだな。と言っても今回は戦闘機と雷撃機にしか夜間運用を適用してないけど。そうだな。ライトジェット戦闘機は野戦能力がないし。ヘビージェットとアタッカーは？生産数が足りないから搭載してないよ。なるほど、足りないなら仕方ないな。ちなみにこの辺はもう飛行場でも爆撃しようかと思って南下してるよ。一番近い目標でもビルヘルムスハーフェンだな。意外と飛行場ないな。偵察レポート。お、いや引っかかってるのかよ。これは逆にわからない。攻撃隊を編成。基本は自動編成だけど ASM は限りがある。足の速い急降下爆撃機にはミサイルを、雷撃機には爆弾を搭載。ミサイルで攻撃して対空砲を削った後爆弾で攻撃する。という編成にしたよ。目標間違ってるぞ。そうでした。編成し直して発艦。ユナイテッドステイツからも発艦。こっちは雷撃機は雷撃で。カット。ベルゲン飛行隊が攻撃開始。これまで飛行場の部隊が活躍することほとんどなかったのに、やはり位置がいいんだろうな。ベルゲン飛行隊が攻撃開始、ASM が命中。空母飛行隊も到着、爆弾が命中。逆になっちゃったけどまあベルゲン飛行隊のおかげでミサイルが先に命中してるし、空母飛行隊の ASM も命中。フルボッコだった。時間切れで回線終了。そしてギリギリだった。軽空母を一隻撃沈。まあ敵がどこかわからなかったしこんなもんか。そこ探して全然見つからなかったところにいたという。こっちはこっちで完全に引っかかってる。VP1383。敵潜水艦を一隻撃沈、味方潜水艦を一隻喪失。イギリス政府は両国が共にドイツと戦争しており、同盟関係を正式に結んだ方がいいと指摘している。OK。11月、同盟してもテンションは下がらないのか。まあ戦争中は同盟が解消されることはないはず。日本が参戦する可能性が高いので一部の潜水艦を東南アジアに増派。クルーザーアクション。やはりクルーザーアクションは多いな。今回は空母と巡船が同じ艦隊か。今度は北海だよ。ドイツとやると大体は北海かノルウェー沖だ。そうなのよね。一番予想しやすい海域かも。敵艦を発見。攻撃隊を発艦。編成は前回と同じだけどライトジェットはロケット弾を使用。レーダーコンタクト。再起動したから設定が。ロックオンされてる。従順さフォークがミサイル被弾。やべ見逃した。前の回線でミサイルが来なかったから油断してた。SSM 自由射撃。相手もミサイルを持っているなら自由射撃のリップルでまず前衛を崩すことが多いよ。ミサイルは先手必勝。基本的にはその後マニュアルで対応していくんだけど、今回は戦艦がいるのでバンバン撃っていこう。なんか見ない艦名だと思ったらイギリス艦だったか。SSM では解敵した瞬間は一番前にいる艦艇が狙われやすい。逆にこっちも自流射撃にしてると無駄撃ちが多くなる。その辺がこの時代の SSM の難しいところかな。無駄撃ち対策は射程内に複数の艦艇が入ったら指示するようにすればいいね。攻撃隊が攻撃開始。
大型艦はほぼ壊滅したはず。サムがあんまりない年代だから圧倒的だな。ASM と爆撃の混合もうまくいった。総統船に移る。従順さフォークが沈没、救助開始。巡洋艦は沈めておきたいな。残り2隻だな。SSM 発射を指示。一発命中。軽巡を一隻撃破。もう一隻の軽巡を追撃。もうミサイルはないか。あれ？駆逐艦だな。こっちでは軽巡で、詳細を見ると駆逐艦。レーダーだからか識別がうまくいっていないようだ。とりあえず撃破。まだ巡洋艦いたような気がしたんだけど。夜か。これも駆逐艦だった。海戦終了。敵軽巡に、駆逐号撃沈、従順1を喪失。やっぱりどこかで巡洋艦1隻下ろすとしてた。VP1032、維新1。グレートフィッシャーバンク海戦。録画ミスにより画面がちょっとずれてるのはご了承ください。巡船アラスカが竣工。イギリスが日本との戦争への参戦を要請。OK。敵潜水艦を5隻撃沈、味方潜水艦を1隻喪失、イギリスが軽空母を喪失。12月。尺の問題で今回はここまで。だぜ。次回に、続くぜ。おまけはみんな大好きな自動装填装置の話。ほい、先にゲームの年代を確認するが、蒸気のようになっている。いわゆるヨーヨー砲の方が遅いね。これらをアメリカの史実の装置に合わせると、だいたいこんな感じになる。4インチは？アメリカは4インチヨーヨー砲を使っていない。イギリス、フランス、ソ連あたりにはあるが自動装填を使ってるかどうかはいまいちわからなかった。なるほど。それで実際どれくらい上がったのかというと、大体は倍くらいになっている。3インチと5インチが同じくらいなのか。いや、ゲームにおけるそれぞれの発明時期の話だから。ゲーム内の48年の3インチ工場技術に該当するマーク33で45くらいに上がって、58年のフルオートに該当するマーク26だと100くらいになる。それにこの値は3インチ連装砲の1門の数値だが、5インチは単装だからな。ということは3インチ連装で RPM80 か。そのくらいだぜ。それじゃ年代順にやっていくか。これは自動より前の砲塔だ。発砲するまでの手順は、まず溶弾筒に装薬と砲弾を入れて上に上げる。そして次元信管を設定する場合は設定、装填用のトレイに移動する。そしてラマーで装填、発射するわけだが。この時点でも結構自動化されてる気がするけど。まず大口径砲は行角を上げたまま装填できないものが多い。上げたまま装填できる溶溶砲もトレイの移動は人の手を使う。この二つで時間がかかるし、何より人の手が必要なところは安全確認という手順が入る。ラマーに指を持っていかれないようにね。アメリカの5インチ砲の映像を見ると装薬とか普通にぶん投げてるな。雑。そういうところが自動化で速くなり、何より安定した砲撃が可能になる。これは先ほど出たマーク 16DP だが、ホイストが前の方に出ている。左は後ろだけど確かに前ね。上に到着した砲弾と装薬は砲身の傾きに合わせてトレイに移動し、自動で装填される。つまりホイストに入れたら発射までは自動という感じだな。8インチ砲の自動装填も同様の構造をしている。へぇ、当時のアメリカの3インチ溶溶砲の場合はちょっと変わって近接信管が前提になっている。このリボルバーが自動装填。いや、それは即納弾置き場。え、そうなのか。こっちの箱型のやつが自動装填装置。1門5発まで装填できる。これはちょっと安定性に欠けそう。実際この辺は多少連動に左右されるな。
ただ1問につき2人でやるので、それまでよりは高速に装填できる。なるほど、装填速度2倍ね。そして問題の5インチ砲マーク42砲塔。これも装薬と砲弾のホイストが一つずつか。いや。え？砲弾と装薬の組をそれぞれのホイストで溶断してる。片方の砲弾を撃ったらもう片方の砲弾を装填する仕組みだぜ。そりゃ単装砲になるわ。連装にしたらデカすぎでしょこれ。そうだな。ちなみに故障も多かったらしい。そんなわけでマーク45からは弾倉をすぐ下に置いて RPM20 くらいにしている。その頃ならそんなに速射は重要じゃないからね。というわけで当時の自動装填装置について簡単にまとめてみたぜ。ほい、また見てね。